今日の企画楽しみっすね、はい、マジで <laughs> 今日の企画<ー>俺今までのラジオで一番楽しみだだってシンプルにラジオという名の名を使ったセクハラやんラジオであれば芸人であれば許されるみたいな欲を満たすために、うん、普通に女子にセクハラするっていうね今日企画ですから皆さん楽しみにしてください <laughs> 男子は嬉しいと思う 男者嬉しいと思う男者嬉しいと思う男者こうっていうコーナーですねあのね、とある質問の仕方をして女子に喘ぎ声をさせるっていうクソみたいな最低なコーナーですじゃ始まりますあ、あ、あ、あ FAC チューンド F. E. C. チューンで。F. E. C. チュンで。F. E. C. チューンで。F. E. C. チューンで。F. E. C. チュンで。K. Y. デンジャラスの。デンジャラスナイト。 はい始まりましたデンジャラスナイトはい KY デンジャラスの甲太と中地でお送り逆のシンプルにミスった今違うちょお前が甲太どうってとこ違うだから KY デンジャラスの中地とって俺が言ったらお前怒るさ中地甲太になる中地と甲太でお送りしますって言ったらお前が怒るって言ったから KY デンジャラスのって言ってお前が うん、待ってもこうたとって言わなかったから、うん、<laughs> お前がこうたと,と俺が中地でお送りしています <laughs> <laughs> 俺さと思ったんだけど俺中地っていう名前さマジで俺今不幸っていうかはい、はい、お前のせいでかわいそうって思って、うん、<laughs> 俺弟の同級生に中地ってこういて「お前うちのアヒューマン」とかやってさ「中地中地」 うちああのはヒューマンってやったさあれお前のせいで一応めっちゃ無茶振ぶりされてるらしいよお前も中地だろみたいないやいや踊れ踊れって <laughs> あーそっか中地被害が、うん、あとお前がなんか乳首クラッカーって言ってクラッカー乳首に貼ってバーンって言ってあーっていう動画投稿してるさ <laughs> はい、はい、あれも <laughs> えやれみたいな <laughs> 早くやれみたいな <laughs> 申し訳ない、一応ね、お前のせいで一応中地って名字解明したってうわさで、うん、ててそんなに嫌なの、うん、かわいそう、嘉手納高校のね、あの甲子園に行ったエースも中地ですから、あ,そうだねまあ、あれでまあ中和されたみたいなところあるかもしれない、全国の中地の皆さん。はい 本当に申し訳ございませんでした。謝罪、謝罪だね。コメント来てます。アッサーさん、はい、こうたさん、沖縄一周お疲れ様です。はい、よよ今日も来ましたこの時間。ありがとうアッサー、アッサーさん、いつもありがとうございます本当に。こうたがねなんかチャリで日本一週、日本一周、日本一周ね。沖縄一周。なんかすごくないみたいですよ。沖縄すごくないみたいです沖縄一周したみたいですけども。あ中谷直さん、こんばんにゃー。こんばんにゃーベータさん、こ何何言ってる。 沖縄一周どうでしたあのね笑えない全然あそうなのきつすぎるマジできついルート的にはどんな感じなのーパチからずっと残って5パチからまず新都心スタートしてーパチ出て浦添で茶炭でカデナ読谷家で女尊はいはい合ってるかなで名護みたいなまず1日目で名護まで来てまずケツがダボク 何でかというとマウンテンバイクだからはいあのサドルが細いやつでケツ打撲ずっと痛いケツ本当トに打撲ビビってよケツこんな黒くなんのみたいなホンに全部全部見たくねえで名古でで本当に正直引き返したかったんだけど俺が「よっしゃ沖縄一周してきます」っていうツイートが200リツイートぐらい来ててうわこれ帰ったらはずいわと思ってもうどうにかやってで2日目が「 名古屋からついにヘド岬まで着いて総距離が8 0キロ、えー、で着いてそっからし、あのー、夕方の4時にぐらいにヘド岬着いたアクサ夕方の4時で「よっしゃ4時だ」って言ってこの,の6 0キロ7 0キロぐらいの距離を8時間ぐらいかかったアクサ8時間かかって名護からヘド岬行ってうわーと思って「よっしゃ着いた」と思って「よっしゃ」民宿とで後ろ見たら今度なんていうのかな、うん へど岬らへんってもう山しかないコンビニも,もう何百キロないよ何十キロないわけさはい、はい、で,で人もいないしよっしゃあの民宿探そうと思って民宿探したら1個だけあって唯一うん、うん、その1か所があのヘド岬から56キロの場所、うん、マジでで俺4時やん、うん、あ俺終わったと思って俺やんばるの森をこれから 一人である、あ、一人じゃない、友達と二人で。もう、時刻で、で、ヤンバルの森を、あのー、9時ぐらいまで歩いて、歩いてじゃん、弾いてね。あ、もう、言葉で説明できないな、これ。これ本当にね、<laughs> 説明できない、きつい。あ、そうなの達成感はどうだったない。達成感ないっ全然ない。え、マジかやちょっと夢が。 夢がなななくるんじゃい怖かったのが、そうだ、俺、チャタンで自転車屋さんがあって、自転車屋さんの前通り過ぎたわくさ。そしたら急に自転車の人がダダダダダって降りてきて、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、お前の自転車、ブレーキ効かないだろって言われたわけさ。で、俺、本当にブレーキ効かんかったわけさ。でも俺はまあ行けるっしょみたいな一瞬ぐらいブレーキ効かなくても行けるよ、別に足止めるわぐらいと思って。はいはい、自転車屋さん、そんな一瞬で分かったって。で、やったわくさ。で、急に、俺、 2年前に江戸岬に向かってる途中にその人も自転車の人で好き乗る好きな人こんなねマウンテンバイクリアルなガチ勢な人で俺2年前に江戸岬に向かってる途中に大君名護の次ね大味で事故にあったって言ってこれ見てほしいって言われてバッてこう服めくり上げたらもう。 傷がぶわーってこう肩から左のこの腰にかけてスパッて傷入っててあっホ本当の事故なんですか漫画みたいな感じだけどルフィみたいな出発したてでそれ見せられて見せられてこれ事故ったんだよねって,言てしかもその人はちゃんと真っすぐ走ってたってでもおばさんが目つぶったまま運転してるおばさんの車が入ってきたって言ってマジで で、リアルやばい、だ歩道もないからあのあ<ー>リアル怖いよって言われてで、その、の、で、それう,う2年前のきさ、うんうん、でその翌年にまたその現場行ったってはい、はい、あ3か月ぐ入院してね、うん、ギリギリ命もうもう、なんてギギリみリ取り留めてうん、うん、あもうそんなもうやばいやつでで、翌年にじゃあ、あの,あのね、自分の命がギリギリだったあの事故現場に行こうって1年後行ったってうん、うん、そしたらその場所で偶然同じ場所で違う人が事故ってたって。 その日にしかも一年同じ日同じ日うわ怖いで怖いさ、うん、でこの人はうわ怖っと思ってここに何かあるこの日何かあるって思ったらしいうん、うん、で俺たちにその日が明日なんだって言ってうわその日が明日なんだ怖<い>で俺たちその時チャタンいるじゃん、うん、時間的に今日は名護で終わりなんですよでだから明日俺たちがそこらへん通るべ でその人が俺はだから今日ここの前を通る人をビッチェックしたって言ってでお前がお前ら二人は乗り方も下手だしギアの使い方も分かってないあとお前はもうブレーキ効かないのバレバレだったって言ってすぐあよ今年の事故るのはこいつらだって思ったらしくてバーンって出て俺の場所に走ってきてええってっだたんちょとそその場所怖怖うくで行ってで ちょっと待ってろって言って全部シニコの工具持ってきてうん、うん、俺のチャリを無料で全部直してくれる。えー、なんでやるんですかって言ったらもし明日、うん、ニュースでまあスルーすることもできたけど、うん、俺も別に引きあ損,損だしその引き合わんさ、うん、この道具とかもね。けどもし明日 ニュースで、ねうん、10代の2人が事故で亡くなりましたって見たときに俺は絶対後悔するって死に直してくれてマジで、うん、これつけよこれつけよブレーキも全部直してくれて <laughs> で,で、最強自転車にして <laughs>、うん、で、乗り方もまさかのあそれから1時間、うん、1> あチャーターの駐車場に移動して乗り方を教わったっ <laughs> ちょっと誰と思ったけど右足から乗ってとかお前はこういう乗り方だからこれはだめ待って椅子調節しろとか言って全部教わっていやもう自分も事故ってで翌年にも誰かも事故って多分もう本当に本当に椅子はこの高さが危なくないからって言ってええマジでなまあその俺10分後ぐらいきついこの椅子って言って直してすぐ直したから。 って言って、で感動したんだけど、でへどみさけのその事故現場で翌年そのあ翌年翌日その人待っててくれたっていう。車で。そう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 。めっちゃ感動やし。これ。それがだってねあのそのねお昼の十二時ぐらいで翌日のんに翌日のだからねそうそうそう十二時ぐらいにバア飛してたらわあ帽子かっててふってて車で来てくれてたはい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 。 感動すげえこれリアルにその人いなかったらもしかしたら危なかったかもしれない今日この場でラジオしてないかもしれないかもい <laughs> <俺>あおうちょ本当に笑いやすいやつだなそうそうそうそ,うそんな怖<っ>ねなんか漫画チックな運命的な出会いもあったのに、うん、あってのあでのあとねあのこれまあ筑馬行っていいのかわからんけどうん、うん、国神のね上の方のとある集落があって、うんうん もちろんコンビニでもないし山のこのくぼみにある集落なんだけど本当に田舎でから販売駅もないわけさ唯一あるのが商店でその商店にパンも2種類しかなくてでカップラーメンが1つそれ以外はなんか変な洗剤とか本当にすかすかの商店街それしかなくて俺飯が食えないってなって俺ら水とかもう川の横にある変な放水みたいなされてるやつ飲んだりしてて販売駅がないから。 この時代にサバイバルなの手につけてプロプロしてで商店入った朝その商店のパンが俺夕ご飯がもう食ってなかったょっと昼飯から夕ご飯探したんだけどパンしかなくてそのパンが消費期限1週間切れてるから消費期限賞味じゃないべ消費期限はやばいな大丈夫じゃんって俺言って大丈夫じゃんこれイサさって言って買ってパッて 開けて、こういうマーガリンパンだったあよくあるやつねでポンって半分になったら中の中心部分が真っ黒ってカビでいやリアルリアル湿気が多いから山の上だからでも俺と友達は食べたからうわ気持ち悪い食べた食べたいや正直今だから気持ち悪いけどあの時は気持ち悪いと思わなかったうわしいってマジかあののバター部分が あれた多分真っ黒になってたのそうそう真っ黒あのバターの部分だけ黒ええまあもうそれぐらい食べ物がないってことでしょそう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 ええでそっからあの翌日ずっと7 0キロぐらいまた7 0キロぐらい販売機もコンビニもなくて初めてコンビニあなったのがギノザかなうわじゃあもうもうヘドミサキだいぶうわコンビニがないえ泣けるよコンビニマジで泣けるよあそうなの そうコンビに幸せだよ何でもあるもんいやリアルにそそうだ俺さこの度出かける前に俺無人島に何持って行くならっていう質問話を使ったけど俺 w i f i って言って俺今なら俺言えるよコンビニマジ本当コンビあるわいや何でもできるからホンにね そんなね過酷な思いして腐ったパンも食べて運命的な出会いもしてこんなきつい思いもしたのに達成感ないないの嘘でしょでももう名残ついたあたりからちょっとホッとしないんかホッとどころかもうやばいんかね帰りもそうだね距離感がおかしい 名言ができたんだけどライカもは那覇っていうちょっとリアルリアルちょっとよくわからない本当にねライカは中ぐすく北中ぐすくじゃないですかだって名護って実は沖縄の半分真ん中ぐらいになるからねそうなんですよだからヘド岬サキ多分みんなイメージさ名って 多分遠く上に名護があってちょいってやったらヘド岬ってイメージだと思うけど名護で真ん中ぐらいだからそうですよね那覇と国神の間がちょうど名護とかその辺だよね分かりやすく言うと那覇から新都心からあれ嘉手納までが2 0キロぐらいのわさ大体ね逆にヘド岬から国神村だけで 余裕で7 0キロとかあるから6 0キロとか村だけで北部全部リアル総距離3 0 0ロ以上マジでいやすごいけど達成感ないっていうのちょっと悲しいいつかは出てくるのかな思ったんだけど俺ふとした朝に思い立ってやったふとした日にあやろうと思って。 あのお金握りしめてっと思ってみんなやった方がいいと思う本当に達成感ないんでしょそこは全然説得力全然感じないですけどあの気持ち味わわせてんだもう言葉で進めてけんから誰かにあの気持ち運命的な出会いもしてね本当にいやすごいと思う沖縄一周皆さん本当にぜひねチャリでして一旦車でしてみた方がいいと思う 車で。一旦車でしてあ、こんな感じなんだってもう本当に一周した方がいいんじゃないもうなんか南城市まで行くあっで俺モトブしてないんだよなこれが一番心残りなんだよの左側の出っ張った部分そう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 こう言ってないと名護まっすぐ行ったあんまり道わからんくてとりあえずヘド岬に進んでいってたらはいはいはい無視したんだよな。だから皆さん俺の代わりにねモトブやっちゃってください

大変やで本当にきつかったわ中田猫さんから沖縄一周よくやりましたすごいですねいや本当すごいすごいですよはいペーターさん運命を変えた男に会えてよかったですね沖縄を変えた男みたいなそうですねこの人がいなかった俺自撮って死んで本当にそれちょっと怖いよねその場所がもしかしたら呪われてる場所的なねなんかあるかもしれないですはいえあっささん 僕たち前ライカムから西原まで歩いて帰ってたら足が超痛かったですライカムから西原はきついな俺の2個下ぐらいの高校1年生2年生ぐらいが歩いてそういえば沖縄一周してるんだよええ15日ぐらいかけてマジか俺それ本当にすごいと思うよういいすごいな歩いてはいやすごいな 永田猫さん、自転車乗れないからキックボードでいいかな。もっときついわ、キックボード地獄だ、どうですか、沖縄一周、自転車でやって、帰ってきたとき、なめてません、右足だけ太くだって、切るの右足だけしょう、そっか、気持ち悪いわ、気持ち悪いよ、気持ち悪いじゃん、ビビビビ、きつい気持ち悪いな、あケイいさん、こうたまかびで見た あ、よくね、出没するんで。真壁に。あ、昨日だったら俺、本当に俺、沖縄一周、ゴール目前で俺。ああ、昨日帰ってきた。昨日帰ってはい昨日の何時ぐらい、那覇に着いた昨日俺、那覇に着いたのは8時とかかな。あ、夜の8時。結局4日、丸々4日ははいいはいはいあ、きつかったな。もう、ベッドに入った瞬間とかやばいんじゃないああ、れ、あ、そうだ。気持ちいい。ああ、それちょっといいな。あとあれ、待って、俺の友達が。 南城市に着いた時南城市じゃない糸満くるって南城市回って糸満って左側なんさ平和記念公園に着いた時にまさかのこの南城市に3 0キロぐらい先の場所に携帯忘れるっていうコンビニに3 0ロ m いすぎかな1 5キロ2 0キロだからまた往復1時間して 携帯取りに帰っったうわ絶望だよれしかもピーク時さピーク時もうもうだってゴール目前っていうねうわこれはホ本当に泣きそうってケンカしない普通に普通にケンカする皆うわチャリで取りに行くのがぜひですね沖縄一周チャリでねしてみてくださいね安全にねあの場所気をつけてくださいチャタンのね名前忘れたんですけどサイクリアグ屋さんがあるんでそこに寄ってからね いろいろ聞いてくださいよろしく聞いてくれるさでねなりさん拍手ありがとうございます,いますそれではねではここで一つ目のコーナーいってみましょうか k y デ a n g e r のアンケート調査はいこのコーナーですねあるお題に対してうたと中地が回答しツイッターのアンケート機能を使って調査していくというコーナーです、はい、今週のお題はこちら女子が男子をキモいと思う瞬間というコーナーです、ね、はいあ皆さんコンティニューコインありがとうございますあ そうですね。コンテニューコイン、ありがとうございます。ありがたいですね。あ、皆さんあのですね、あのメールでもコメントでもいいんで皆さん、女子が男子をキモいと思う瞬間送ってきてください。男子は予想これがキモいと思われてないかなということでお願いします。あ、猫さん、コンテニコインありがとうございます。じゃあツイッターで呼びかけたところ、結構来てるんですよ。コメントがね。それをちょっと読んでいきましょうか。一人目。 女の子ですかね。はい。毛深い。<laughs> ああ。あ、いや。あ、これ女の子から来てるんだ。うんね、あ、じゃあ、本当に嫌って思ってるんだ。毛深いわや。毛深,毛深いはや。嫌か。あ<ー>、ああそうだね。毛深い。薄すぎると嫌だね。はいはい,はいはい。薄すぎると逆にあれかもしれないあ。ちょっとね。沖縄の人はでも。うん、体毛がね。 こういうって言われますからまあまあ毛深いはそっか女子からし嫌なんだね嫌だねでこれ普通文句なんだけど息臭いって男子息臭いのかなあてるけんてるやいっせいさん k y d やつ長ちのメガネかけてるときこれマジで思うこれホンに言われるわメガネかけたらマジ深海魚だからいやいや深海魚じゃないマジ深海魚だからやめれや本当に。にあこれリアルなやつが来てますね女の子 エレンさんからですね。めめしいところです。ああ。あのね、最近の男、めめしいだから、お気一集してね。めめしくな、ね、男らしくなりたいなら、お気一集したわ。ほんとにね。男らしいね。男らしい。ははいいふと思って言ったからね。ああ、ちょっとかっこいい。めめしいところです。まあ、最近の男、めめしいね。あの男さ、俺気持ち悪いと思うんだけどさ、あの、い男いるら、あの、なんか、ツイッターで。 病んでる男気持ち悪いよな気持ち悪いなお前らマジでなちっち気持ち悪い,うもない一応中地、うん、<laughs> 3日ぐらい前寝れないってツイートして <laughs> <laughs> あれ俺びっくりしたいや俺今お前は俺してるって言ってだがよなお前してるよなって言ってこの話しようとしたら気持ち悪いお前 一人で寝れないよとかコメントツイートするのたまに変わってほしくてガチ気持ちまあ中ちゃん私もさ最近多いんだよこういうこマジ気持ち悪いツイッターでんかななあんかああ俺はんかあいつのことを考えてあげられてなかったああもうそういう彼女のこの別れた後とかのやつあしょうもにい本当にね死ね お前も知ってるだ寝れないのがキモいわお前いつも何抱っこして寝てるんだっけポンタって名前を付けたクマのぬいぐるみこれは本当に言いたくないわこいつ一人で寝れないんですよ僕抱き枕二つないと寝れないです挟まないといけないサンドイッチされないこれも女の子が飽きてますねトイレの前の田室 これあるかもねこれ男子高生よくやるな俺もしてたわこれ男子あるあるなんだけどトイレでたまるんだよねでそのまま外に出てそう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 いやこれはでも理解してほしい女子の皆さんにはあの空間があるからこそ僕たちの友情は保たれる過言ではないと思ういやでも女子もさあれだよ頼れるトイレあれだよいっぱいいるようんいるいるいるメイクするとこそう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  女子トイレああみんな女子高生メイクしてからああみんなね需要に備えて <laughs> ね、はい、みんなしてでこれ女の子からですねはい、はい、無駄にソワソワしてる無駄にソワソワしてるこれあれだね分かった分かったこれあれだあのあれでしょ朝礼の後とかでしょああ。 体育座りで、うんあのー、話を聞いててで校長先生の話です、うん、全員起立、うん、<laughs> あとに<の>もうすでに起立してる状態で<ん> <laughs> <laughs> これあの、ね、男子にしか分からないんですけどこの前もラジオで言ったんですけど男子はね、うん もうこれピー入れてください勃起するんですよちょっとタイミングあれ生放送だった生放送ですよこれねあのね勃起するんすよ勃起するんですよ突発的にあのエロいこと考えてなくても違うんですよ本当に勃起するんすよ本当に俺本当にこれはあのね生理現象ですから調べたんすけど血がねあんまり流れてないくて座ってたら あんまり血が流れないわけで、バって立ったときに血が一気に流れて、はい、チンコにもなうわーんって流れるからピーンってぼっ、うん、そうなんですよ別にエロい意味ではないですよ僕たちの勃起はまばたきと一緒なんですよ、うん、本当に <laughs> 本当にそうだからそれぐらいの感覚だから女子勘違いすんだお前ら見て勃起してるわけじゃないそうだぞおいでも5回勃起したとしては12回はお前らのせいだ12回はお前らのせい懲戒の時でねスーサーパンツ見してくる女子とかいるからあそういう女子いるよねいるよな懲戒の時にお前らああまあどうもありがとうございますいつもお世話になっておりますスポンサーですよね ねパンツ見せてくれてまあそれはありがたいですけどね結構男子女子男子のこと嫌いって思ってるんだねあやっぱそうかそうだよねやっぱ気深いあいろいろあきてます下ネタが多いところ変態なところあ今まさにまさに嫌われてますけどもまさに嫌われてるのかなもしチンチンって何 あ,あ、そっか下ネタが多い男もねあ<ー>あだって俺たちあれだもん学級で、うん、まあ学校名は伏せるけどもうこういう話するなら、うん、まあ首里菓子高校なんだけど言うばよ <laughs> あの 俺クーーラ学校ね俺高3去年なんだけど学校のクーラーさついてるかどうかチェックするために紙つけてるじゃんみんな紙だったりキッシュだったり吹き流し的なね少しユーモアがある学校なら風船とかあってクーラーついてるって言った時にパッてみんな見て。 そのね、ひらひらしてて髪ひらひらしててあグラついてるとか強い弱いって判断するさ俺ある日コンドームつけたのよすごわれてるよ衝撃が走ってるよ膨らんでないコンドーム3つが膨らんだやつだ膨らんだやつでちンの形してガッツリ4つぐらいやったわけさで最初は最初は女子も みたいな「うんうん、あーもうクーラーの場所見れない」とか言ってたんだけどうん、うん、それ半年つけたんだよね半年ぐらいつけたなぜか誰も注意しなくて行か<う>れてるよてあの学校そしたらやめろそしたら半年後には「暑い」みたいな「うん、クーラーついてる?」って言ったらクラス30人みんな見て、うん、あ ついいてるねみたなそう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 本当に前と違う意味だけどビンビンだねビビンンだねだからあの授業中にねトイレ行くって言ってウタのクラスの前通りかかったらこのビンビンのコンドームがデロン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 って動いてる中みんな真剣に授業受けてこれはちょっとやばいぞと。 教育委員会にバレたら潰されるぞと <laughs> 三者面談もしたんだだだよこれそ <laughs> そうだそうだ <laughs> 三者面談も全員このクーラーでやったんだよた分ん指摘しづらかったんだよね最悪だわまあ確かにねコンドームついてますね、うん、っていうのも恥ずかしいしクーラーにコンドームつける男子はそりゃ嫌われるでしょうねうん、うん、そうっすね確実に 僕たちはですね、首里橋高校出身なんですけど、親戚には略して首里高手って言ってまし略して、首里高って。頭悪いですから、そんなことしかしないです。まあ、いい人もいるけどね、俺たちはみたいなバカな人よりは。頭いい人もいっぱいいます。じゃあ、アンケートしますしますか。何がありましたっけ 男子トイレで文字文字する。あ、りいます。いろいろいろコメント来てます。中田猫さん、あは中田猫さんから小指の爪だけ伸ばしている男の人。ちょっと女子は多いけどね。小指だけ。男子もいるんだ。小指だけ伸ばしてる女子いるの？いるいる。鼻くそほじくるためとか。女子で。そうですそうです。多分あの鼻くそほじくったりとかいろいろ。はいはいらっしちょっとそれは人間として。ああちょうど鼻ほじくるためです。多分。多分。 はははいいいそうだねほじほじしますよねやっぱあもう1個ラスト1個言っていいですかはい俺強いぜ勘出す人ってヤンキーとか昔こいつと喧嘩して大丈夫ですか不潔な男ですゲップをラジオで放送するというはいねはいあとでカットしましょう生放送ですから昔こいつと喧嘩してみたいな男 あ,あ男なあいるな,あなんかいたなーんなんかちょっと悪ぶるやつらあのねこれ女子あのねヤンキーになる男はいるやんあ,あ,あれはい、はい、実は俺の予想なんだけど男悪くないんだよ、うん、女子が悪いあ女子なのなんでかっていうと、うん、中学生ってヤンキーのこと女子好きさあ,あ ヤンキーモテてた中学校の時なぜか知らだけど小学校の頃は足速い人が好きさ女の子だからみんな足速いアピールで 50m 走も速いアピールするしで中学校はヤンキーが好きだからヤンキーになる人を増えるで,で女子の悪いところはそれをポイって捨てるんだよ好きなだけ好き好きってだから小学生でさ 足速くてモテた人いたかもしれんけど今俺ら19やん大人ってかまあまあ大人に近いさ大人だってさ足速いっていうの一番いらないんじゃんいらないな思わん走る時ないしああそうだなで中学校の頃散々ヤンキーモテるさヤンキー好き好き好きしてヤンキーをねとことんヤンキーにさして高校になったらヤンキーモみたいなああポぽいっぽいってしてるんだよ うわそうそう。これはぐらいちょっと高校になったら頭いい人が好き急に変わってはいで結局は金にたどり着くというその時ヤンキーあの頃ヤンキーだった人は結局進学もできずみたいなそんな感じになってるあじゃこれはちょっと女子が悪いかもしれないどうせヤンキー好きなのだもんねずっとヤンキー好きだったしほいはい。どんな話したっけ女子が男子をキモいと思う瞬間じゃあ投稿しますかはいはいはいじゃ何にします えー、毛深い毛深い入れ,る入れましょうキモいと思う瞬間はいキモいと思う瞬間女子が男子のキモいと思うところでいいかなはいはいはい、はい、体育のあと普通に教室で、あのー、着替えるとかはあれどう思ってるんだろう俺普通に俺全<ー>裸になってたんだけど <laughs> いやいやいやそれリアル嫌われるやつだ全裸は、まあ、まあ普通にあのダメだけどパン,パンツぐらい 俺、ベランダでシャワーとか入ってたんだけど。でも女子、あれかもあの臭い男子が臭いのマジで嫌かも。6人ぐらいで男子歩いてて女子口で来してるもん。ははってえいい見たことある見たことある。じゃあ、毛深いところなさそうだな。臭いところ。まあ息もトータルしてね、臭いところ。 下ネタをよく言うところ。これは俺的に低かってほしい。あ、そうですね。女子さ、下ネタ嫌いじらするけど、なんだかんださ、好きさ、正直ね。好きだよ、女子も。スサさ笑ってるでしょラジオの。わかんないですけど。片耳、片耳向けてるでしょ臭下ネタが多い、あと2つ。強がる男。ヤンキーじらがいいかな。いや、強がる男。強がる男。 何かと強がる男はいはいはいああこれこれちょっと強そうだが <laughs> じゃあダルシストも入れておきます KY デンジャースの中地の眼鏡かけてるときとかはこれはちょっとあの本当に高かったらマジでいいから <laughs> 何があるっけえー、っと何がありましたっけえー、小指の爪だけを伸ばしてる男 <laughs> これはちょっとマニアックすぎるかもなこれ <laughs> 個人的に入れて、はいい チンチンが小さい男。<laughs> あ、これでも大人の女性からの票が多そうなので、うん、はい、失礼しました。この結果はですね、すね運命の結果は番組の最後に表示したいと思います。それではこの辺で曲を聴きください。はいはい、DJ ユンボーセレクトで奥丸岡村康す <laughs> 愛はおしゃれじゃない。どうぞ。 <laughs> <laughs> 俺この後の企画マジで一番楽しみにしてですこの企画マジで楽しみマジであのね皆さんここか皆さんこの後の企画マジで楽しみにしてはい女子のあぎ声を聞,き聞けます聞けます生あえぎ声生でねあのねネットで俺ら調べたんだよはい俺達あ喘ぎ声をどうしてもね聞きたくて女子の AV 女優のあぎ声は聞けるけどやっぱ生のねはいね 生の女子高生の生の女子まあ女子高生じゃない女子僕ら同級生でもいいし、はい、生の女子のあえぎ声聞きたいんだよ、はい、で理由探したあ理由じゃないこのねまあ普通にあ、ね、え、うん、ぎ声出してって言ったらマジで肝もって嫌われるいはいどんなしたらあえ、うん、ぎ声をね聞けるかっていうのを調べたらあ調べたってか研究したら研究しました僕たち2人で見つかりました見つかりました 画画期期的的な方法です皆さんもね誰も誰も傷つけずにあえがしてみみんなも本当にこれ学校で使っていてあるとある質問をするんですよこれを何々してって言ったら女子高生があえでくれます勝手にあえぎます女子高生女子高生サッカー俺女子高生きで出てきてる女子があえでくれます画面の向こうの男子のみんなティッシュの準備をね。ティッシュの準備ティッシュの片手に レンジンスナイトで普通のラジオはさなんかね、枝豆片手にビール片手にこのラジオ聴いてくださいって言うんだけど俺たちはティッシュ片手に女子はね引かないで引かないでじゃあ女子はされるのが嫌なら今回この企画を聴いてやられないように気をつけてください楽しみだな。 実際に女の子に電話かけていきますので、取るかな。<laughs> そろぞれはい、そろですさっきね、<え>お昼にね、十一時半ぐらい電話するぐらい取ってねってね、アポを取ってるんで。はい、では始めます。はい、では行きましょう。デンジャラスサイト続いてのコーナーは。 男子必見、女子の喘ぎ声を聞こうーこれね、はい、一番楽しみにしてましたね、もうラジオ史上、初めてのね、初めてというか、ラジオ史上、一番楽しみにしてます。はい、<laughs> はいこのコーナーですね、女子の喘ぎ声を簡単に聞く方法を使い、女子に電話をして、実際に喘えてくれるのかを検証していこうというコーナーです。はいおあ てるけんテレビ系さん絶対サマーズ見たなここへいやほんとにわかんないああわかんないサマーズ見たいやなんか俺はネットでなんかあのこうやったら女子あえいでくれますよみたいなのをやってたんで本当に当たりにできるのかっていうのをだから実際にね検証していくっていう検証方法言いますかはいはい検証法はですねはい女子高生にとある質問をしますまず一つ目 犬のモノマネをしてください,はい、はい、してって言います、はい、そしたら女子高生はこう言うでしょうワンワンそう、こう言うんですよねはい、はい、で、二つ目の質問しますじゃあ、猫のモノマネをしてにゃーそう、女子高…女子はね、こう言うんですよで、最後にこう言いますアンパンマンのチーズのモノマネをしてアン<ん>これは来ましたこれ見つけましたよこれ皆さんこれですよね ンマンのチーズのね、鳴き声のまねでしょ、あ、ちょっと今、意識しちゃって、画面越しになんか冷めた感じが伝わってきた、ちょっと、ひもこいつらみたいな、これ、確実にね、中地がやるから気持ち悪いけど、これは女子がやったら、しかも寄りすぎるのはちゃんとかわいい子たちですからね、ま声だけですけど、じゃあ1人目、電話していきますか。 これはね、まあ本当にちゃんとアイドル活動をしてる、福沢ちゃんという女の子に、同級生お昼にね、電話かける11時半ぐらいに、とあるアンケート企画やるから、電話かけるねって言ってます。男子高生の皆さん、ティッシュの準備は大丈夫ですか、まずくれま京四郎さん、この企画のためだけに19年間、生きてきてまらしい、じゃあいきます、電話かけますす電話でねまずラジオ見せたらどうしようかな。 じゃあ俺が聞いていこうかなはいはいはい出るかなちゃんとこれ速攻出ないパターンじゃねこれそう次いきますじゃあどんどん聞いていく一応ね10人ぐらい用意してあるからはいはい用意してある。て10人ぐらい用意次いきましょうはいじゃあ2つ目がしてあ俺かはい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 次の人 え次の人がですね、まあ僕たちの高校時代の同級生ですね。はいはい、では電話していきたいと思います。ちょっとお願いできます。ええ。ええ <laughs> じゃああ待ってよ。カバーカバー。ちょっと待ってくださいね。ちょっと。そっかカバーしないといけないのか。 でも今、撮りましたね。りました一応、も名前を言うとね、チェリーという女の子でっちゃっていいのかな言っちゃっていいのチェリーちゃん。さあ、もう一回電話していきたいと思います。ラジオ聞いてないかなラジオ聞いてない、ラジオ電話取るってことは大阪の女の子です。はい。チェリー、今どこにいるはい。今どこにいるのえ ?USJ 終わった終わった終わった。終わった、楽しかったうん。 あーよかったよかったあのさはい <laughs> 普通に今仲中いるんだけどさ、うん、あのー普通にちょっとも、うん、モノマネ女子のモノマネ聞きたくてちょっとモノマネ ?3 つ言うからいやかめっちゃ簡単なやつなんだけどちょっと3つ聞いていいうん、うん、お前じゃあ1つ目のモノマネじゃあ犬のモノマネして、うん、犬のモノマネ犬のモノマネうんえ普通にうん 普通でいいよ。え、えワンじゃない？鳴き声だ鳴き声。鳴き声。うん。じゃ中地がお手本見せるから中地。分かった。ワン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 。これやってみて。これ？うん。ワンワンワン。ああうまいうまい。じゃ猫猫猫。猫？うん。やあ。ああいいうまい。じゃあアンじゃじゃ次行くよアンパンマンのチーズアンパンマンのチーズ。 え、なななんんか、んみたいなやつえゃあなんであなもう一回で何,何 <laughs> もう一回で何アンパンマンのチーズ。<laughs> アンパンマンのチーズはあれんアンパンマンのチーズ。なんてえチーズアンパンマンのチーズ。うん。の鳴き声。アンパンマンのチーズうん。お手本ないの じゃあ中地が最後お手本するわ。これをチエリ、チエリ、お願い、聞かして。チエリ、お願い。ごめん、チエリ、ありがとう。タイム、ありがとう。さあ、終了終了終了あのさ、普通にセクハラだから、これ。お前が。ンって言うんだよ。これ、チエリ言って、お願い、チエリ言って、これ。タイム、終了やっあれあ、やばい、待ってこれさ、ピンと来てんかったのかな ピンと買ったのかなじゃあ早速次いきますかはい次いきましょうはいはいはいこれ絶対成功すると思ういきますいきますこいつはちょっと考えよかったねはいはいちょっと考えよかったわどんどんいきましょう次ですねはい楽しみこれが葵ちゃんですねはいあもしもし葵もしもし元気うんあのちょっとあの質問したいんだけど待ってよ うん、お母さん、車行ってくる <laughs> あお、お母さんでも大丈夫だけど、お母さんに質問しても <laughs> 何あ,あ、今大丈夫うん。<お>え、今どこにいるの大丈夫今家。あ、家、うん、えーっと、あの、じゃあ質問したいんだけど。どんな質問かによる。ああ、普通に。ネ、まね、モノマまね。モノまね。いいじゃあつ目。うん犬の鳴き声。 い今今はい。ワンワンああいいですね。さすがさすがです。じゃあ,あ豚の鳴き声。ブヒ豚の鳴き声はブヒブヒ。ああじゃあうんうん。アンパンマンのチーズの鳴き声は,はチーズアンパンマンのあのチーズ。 みたいななんだよこいつなんでこいつアンパンマンのチーズワオンってただバカなだけやしもうんだばこれやっぱワオンリーガしの女ダメややめろバカしかいないワオンって言ってワオンってあれ電子マネーのことじゃないこれ分かる人いないのこれじゃあ次大丈夫かな 次が「え、アンパンマンのチーズ」ってあんで有名だよね有名だねああ<ー>えちょっとこれはいはいはい次がねみずきちゃんっていう女のみずきちゃんしっかり名前出すね <laughs> もしもしあみずきあのさ今女子あの女子がどんぐらいみずきがどんぐらいものまでうまいかっていうのをちょっと中地で今やってるんだけど <laughs> ちょっと待ってえな何うんめっちゃ軽い軽いやつなんだけどえちょっと待ってうん ちょっっと待て、モノマネうん、3つ聞いていいじゃん。なんでめっちゃ簡単なやつだから。質問みたいな。え、どういうことどういうことクイズクイズ。クイズ。この3つの鳴き声わかるかどうかみたいな。クイズ。あ、水が答えればいいそうそうそう、簡単だよ。オッケーオッケーオッケー。はい、じゃあ1つ目ね。じゃあ、犬のモノマネ。はい。鳴き声、やってみて。え、なになにい犬の鳴き声。え、水がやんのそう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 。 なんで早く簡単簡単 OK あうまいうまいうまいすごいすごいいいいいいいじゃあ次猫猫二つ目オッ OK はいだいぶ凶暴な方の猫選んできやがった発情期の猫。はいじゃあ三つ目がアンパンマンのチーズ みがともでーすみがともでーすごちそうさまですみともでーすはす聞きましたねはいやりました水木さん電話繋がってます終わった瞬間切ったあ、そ死ね笑ってきたははーい回、二回行きましたねこれ来たなこれ来ました成功しましたありがとうございます早い来ましたよ はい、いきましたね水木ちゃんの喘ぎ声をラジオで勝手に放送するはいしか皆さんはいアンアンってねかわいい結構激しいのでいやー、そうですねありがとうございます、ほんにねじゃ、じゃんじゃんいきますかはい次があ、この子可愛いんだよねはいちょっとはるなちゃんという女の子ですはいはいはいこの子をね、美人なんでたくさん会えてくれると思いますはいほんとに、俺本当に個人的に聞きたいははは個人的に中橋結構好きだから、この女の子 でも結構 SK の女の子なんだよね s 系、うん、<SK> いつもいじめられてる <S ド S ド S, <S 興奮してる <laughs> 取るかな放置チプレイコーチプレイいやいいわじらすなーじらすなーじゃあじらしてきますねー取らないかなー取らないか取らないなー取らないっすねまあ折り返しきたらあじゃあじゃあ次 えーじゃあどうします？じゃあ大阪のじゃあ男に男にやったらじゃあどうなる？男バージョンも男にやったらどうなるのかっていう男のここえなね皆さん男の喘ぎ声をじゃあ一回聞いてみましょう。大阪大阪で生まれ大阪で育ったゴリゴリの関西人。なにこの奇妙な。 着信を設定してるのか <laughs> 大阪の俺はお笑い仲間ですねはい,はいじゃあこいつ喘ぎ声を聞いてみましょう <laughs> ったっていう芸人ですねこの時ん結構みんな忙しいのかな <laughs> こいつ今彼女とラブラブしてるって言っておいリアル喘ぎ声流してんじゃねえかよふ <laughs> ざけてんじゃねーよえよ <laughs> こいつも取らないのじゃあ切りますか <laughs> 竹と美和ちゃんいや一回一回 <laughs> あのー、じゃあ のお母さんにこれはひどいマジで中地のお母さんに電話してみようホントにいやいやいや誰が聞くわこれ本当に皆さんマジでこれからじゃあ中地のお母さんのあぎ声を興奮するマジで俺のお母さんにやるって言った瞬間5人ぐらいティッシュ投げ捨てた俺のお母さんのあぎ声聞いてどうすんね 中地お母さんにあの質問をしてみましょうじゃあ,じゃあ、はい、ほ,ほ,ほんとに嫌だ、ね、<laughs> アンパンマンわかるよねでお母さん取るかな名前なんだった中地なんだったタカコです電話 <laughs> <laughs> 取るかな空いてるこの時間取ると思う、うん、中地タカコ,コに電話をしておりますはいもしもしあ、お母さん はいはい。雄一郎ですけども。うんうん。<あ>どうしたの。ごめちょっと質問していいちょっと聞きたいことがあるんだけど。クイズ。うん、クイズしたいんだけど。犬の鳴き声は何でしょう。え、犬の鳴き声。は何でしょう。ワンワン。あ、そうです。じゃあ、ネクス。猫の鳴き声は何でしょう。 はい,はい、はい、じゃあ最後にい、えー、アンパンマンわかるでしょうかアンパンマンわかるあ、うん、アンパンマンのジャムおじさんが飼ってるチーズの鳴き声は何でしょう <laughs> もしもしえわからないですけどチーズの鳴き声わからんうん キャンキャン。<laughs> お手本、お手本。あのチーズの鳴き声はアンアンです。<laughs> やってやってみてください。聞いたことない？アンアン。お母さんやってみて。キャンキャン。いやアンアンです。<laughs> ちょっと練習練習してみて。

なんだこれもう <laughs> なんか、今中地のお母さんが<ー> <laughs> えーラジオで会いました <laughs> <laughs> コーナーのタイトルわかる男子必見だから誰も見たことないホントにマジでア <laughs> ン<ー>、アン、ディさんまあ年齢層の会いあ,<ー>あー面白かったなー40代後半のババアの会いや, <laughs> やめろ <laughs> ほんとに嫌だ、こーほんとに楽しいあ、めっちゃ面白かったやばい笑った、マジで全然楽しくないんだけど俺じゃあ最後は水木にじゃあ今意味わかったわ、笑ってじゃあラストじゃあエロなぞなぞってのがあるんですよ。ああ、ツ中かな水木ちゃんああ、中だ。じゃあ青いに聞くうん。エロなぞなぞっていうのがあるんでね。じゃあ番外編ということでエロぞなぞをちょっと聞いてみますか。時間の許す限り。 エロ謎なぞなぞねめっちゃ面白いんですよはいはいはいめっちゃ面白いんですよちょっとじゃあ女子に下ネタをどうにか言わすように、うん、あのねエロいどっからどう見てもエロい感じなんですけど答え実はエロくないっていうはい葵<い>なんで切ったのあ、ごめんちょっといいあの。大丈夫もう一回じゃあ聞いていいうん <laughs> チーズのアンパンマンのチーズの鳴き声は何でしょう待ってよ、あんま覚えてないんだよな。え、覚えてないワンワンじゃない。ワンワンみたいな。え、もう一回もう一回。何が何で嫌だそれ変態な言葉でしょ。違うあンあんかわいくかわいく。嫌だ、嫌だ。んで 何で何でかわいく何でよ一回一回一回お願いチーズの鳴き声だから待っておいめっちゃうまかったんだよ中学校中学校ああチーズのまねうまかったのにじゃあやってやってあああみたいなすいませんす切らせていただきますあの俺たちが やるから、なんか喘ぎ声が、なんかうわー、うんうん、いいわーってなるんだって、自分から会えたら冷めるわ。ラインで死なすよって来てる。<laughs> <laughs> じゃあさ、じゃあ、中島お母さんにいろんなぞなぞします。<laughs> <laughs> 中島お母さんにじゃあラストいろんなぞなぞして終わろう, <laughs> う。時間ないですけど。ラストじゃ中島お母さんにいろんなぞなぞして終わります。<laughs> 本当に嫌なんだけど。<laughs> 面白いな中地のお母さん、普通にいいお母さんなんだよな。めっちゃ笑った。ああ、電話取らんかな。取らないな。もうさすがにそういうことって思ったのかな。もう切れてるのかな <laughs> 普通に <laughs> 息子にあえがされてる。<laughs> じゃあ、一旦。 どうですか CM も入らないといけないですけどゃあ一旦 CM 入りますか、このコーナー、はい皆さん、ぜひ楽しやってみてください、絶対お母さんにだけはやらないと、本当になんか今、も気分が悪いから、今、俺、本当に面白しかった、はい皆さんね、ぜひ学校でも、ですねクラスの女子にセクハラになって訴えられない程度に、僕たちは訴えられる覚悟でやってますんで、もしかしたら明日訴えられてるかもしれません、皆さん。はい 皆さんも訴えられる覚悟でですね。まあ、仲のいいね、気の許す友達にやってみてください。以上、男子一見女子のあやぎ声を聞こうでした。では、ここで一旦 CM に入ります。あ福沢からちょっと電話が。今、これつなげても。あ、はい。できますね。あ、やるうん、あ、待って、じゃ終わりでやるか。CM 終わりでやるか。はいはい。 <GM> あー面白かったー福澤ねはい、はい、多分一番可愛いよ本当に可愛い可愛いアイドルもしてますからはい、はい、アイドルのね合い声っすよほんでファンもねいっぱいいるんで、うん、皆さんね今見てくださって,て皆さんはねアイドルの生、はい、名前声が聞けるって思ってくれたらありがたいですねあ楽しみだいやー お母さんさ今日がラジオっていうのを分かってないえ分かってないと思うじゃあただお前が普通にプライベートで急に会えがしたみたいなこのラジオのせいでお母さんとの関係も悪くなってきたホにマジでだってお前さ家でお母さんと喋らないんですっそうだよ全然喋らないよえ、じゃあこれの前の会話ってもしかしてこの前ラジオでお母さん何した お母さんの、に、<laughs> あの、俺のセックス見たよね。こいつが、こいつが、あの、女とセックスしてる時に、あの。中島お母さんが、ガチャンって入ってきて。<laughs> <の> <laughs> 言ってガチャッて締めたのを気まずかったからもうなかったことに知ったんですよ僕はねそれをラジオで急に電話して「お母さんあの時あっ」って言ってすぐ隠確てだけど正直見たよねってそしたらお母さんは「お尻は見えたけど見えてるやし全部見えてるやしお尻見えてたらその時ちなみにタな何だったの体イえ10秒前です 正常位です、ね。<laughs> ガンガンに見えてるやし、ガンガンに腰。軽 KY <laughs> <laughs> デンジャラスの。デンジャラスナイト。はい、ということで、時間もわずかになってきましたけども。はい、じゃ、あ最後に電話して。はい。福さんに、じゃ、あ最後ね。間に合うかな。質問してみましょうか。はい。三分ちょうど。はい。いいですね。ライブを聞いて。 食べましょうそうですねさあどうなるでしょうかハナキンの最後にふさわしいはいアイドルの気声を聞いていきましょう福沢ね声がエロいんだよねエロいっていうか何かちょっとあっもしもし福沢ごめんね今見とあごめんごめんちょっとじゃあ質問していいうん、いいや犬の鳴き声は何でしょう全力でやって全力でワン あ、いいですねじゃあ猫の鳴き声は何でしょう、うん、おーうまいうまい福沢じゃあ最後にアンパンマンの、うん、チーズの鳴き声は何でしょう、うん、ごちそうさまです <laughs> <laughs> いただきました この後 YouTube にも多分上がるかもしれないので <laughs> 僕は後でじっくりと反応しようおかずとして <laughs> はい,いやアイドルの英語声聞きましたねはい、はい、ありがとうございますみんなもねこれやってみてくださいホン、はい、にじゃあ最後にアンケートバトルのはいではここで先ほどの k y デ e n j a r アンケート調査の結果発表<ー>今週の題は女子が男子をキモいと思う瞬間はいえー 発表してみます。はい。総投票数六百二十六票。ああはい。一位がはい。臭いところ三十五パーセント。やっぱ匂い系ですね。やっぱ女子は男子の臭いところが嫌いなんですね。はいはいはい。ビリーちなみに二位は。あ二位までいきましたか。ビリーは。あ二二位は。二位ははい。 2位が、えー、26%, 26何かと強がる男。ああ、やっぱそうなんですね。<ー>ということで皆さん、この2つは気をつけるようにしてください。はい,はいはい、はい。じゃあそろそろラジオも終わりですけども。はい。以上、k y デンジャラスのアンケート調査でした。はい、ということでエンディング はい、あっという間の一時間でしたけどもいやーねー、本当に今日ね、あえき声聞けて、本当によかったです、ねはい。よかったです。ごちそうさまです、本当に。ラジオの皆さん、もしね、はい、車に乗りながら、はい、この歌を聴いてる人がいたら、あこのね、あえき声聞いた人がいたら、本当に気持ちよいがってください。はいいどううも、ありがとうございました あ、最後最後、めっちゃよくわからんことしちゃって最後車でなんかうまい感じまとめようと思ったらよく考えたら俺ちが知ってること普通にせっこく払えんと思って何もうまくいいように車の中でこの笑顔を聞いた人がいたらどうぞ気持ちよくてくださいって意味分かる全然よくわからないんだけどあよかったわああっペーターさんごちそうさまでしたはいね、お腹いっぱいですねあよかったですねお母さんの愛い声でへへへならならなら 迷宮的なコナン君から <laughs> お疲れ様すごい寿命が縮まりそうな番組ああほんとにね毎回こんな感じ、はい、僕が一番縮まってます <laughs> <laughs> お母さんに毎回はいはいはいえー、ゼロさんから,からはいありいますゼロって呼ぶのかな、はいえー、ラジオいいきっかけになってるあ,ありがとうございます

で、裏切るって歌わないっていうそしたら「あって言うじゃんあん一ね。来週お母さんだけは本当にやめて中田猫さんからお疲れ様でしたお疲れ様でした中地たここさんはねこいつお母さん本当にデンジャラスナイトの純レギュラー純レギュラーですから本当に嫌なマジで面白いわ。家で気まずくなるのが本当に嫌なんだよなマジで はトゥイターさん、延長戦が成功 <laughs>、はい、成功しましたね、福沢さん、よかったっす、はい、いい感じで、いでくれましたよかったっすね、本当にね、はい、来週、デンジャラス・ナイト、ね、企画ね、はい、楽しみ、再来週のね、デンジャラス・ナイトですね楽しみっすね、もう決まりましたね、はいタトゥースペシャルということで、ね、はい、えー、タトゥースペシャルということで,で、すねはいレオクマが来てくれますね。レオクマ ラッパーのレオくんはフォロワーやばいだろツイッターの三万人だろやばいよ日本武道館に立って立ってますからいつやったね十月に日本武道館立った後沖縄にね来てラジオ出てくれますレオくまも全身ねいろんなところタトってますでホリの人も来てくれるんだよねいろいろ聞いていきます堀リの人も来てくれてタトゥーのねまあいいところも悪いところもいろいろ聞いていきたいと思いますシュータンさんから よ、はい、く混ぜるとか絶対見ます。あ見てくださいで、はい、すね。私の時もねぜひ毎日見、ね。そうすね。はいはいはい。そろそろあと10秒で終わりますけども、はい、皆さんね楽しい土日を過ごしてください。はい、皆さん <laughs> どうもありがとうございました。<laughs>